はい、では、対戦が全て決まりました。こちらにね、挑戦者側の方全然いるんですけど、すごい面白いカードはね、目白押しじゃないですか。いや、全部見たい。すごい、合計で20試合ぐらいですかね。振り幅がすごかったですね。そうですね、ネタとガチの振り幅がすごいじゃないですか。結構ガチガチのやつもあるじゃないですか、本当に。本当ね、ブレイキングダウンレベルの試合もありますからね。すごいですよね。僕としては、こう一番こう盛り上がったというか、ベストバウト賞には僕個人から100万円、そんなのあるんですか。まあ、ささやかな、僕何もしてないんで、なんかその一番盛り上がった試合の勝者にはやっぱり、それは出したいなっていうのは思います。あじゅんさん、何どうした、今日は喧嘩しに来ました。なんで、いや、喧嘩してる。喧嘩することないじゃん。いや、今から作る話題を。今から作る話題？でも王子多分コスパいいっすよ。コスパで言ったら確かに。コスパで言ったら喧嘩しようよ。俺とやろうよ。だって俺別にムカついてないもん。銀太は何でやりたいの？やっぱもう一つしかないっすよ。金持ってるじゃないですか。金を、金出せと。はい。いくら？それは1000万でしょ。負けたら、負けたら、負けないから大丈夫。でも本当に、だって格闘技やってないでしょ。僕やってないです。いいの？やってないので、僕は喧嘩しに来たんですよ。でも逆に、勝ったらどうしてくれんの？だからどうしよう。確かにね。じゃあ、やっぱ登録者ですよね、欲しいのはね。うん、登録者と、はい。なんかまあやっぱリスクを背負ってほしいですよね。何がしたいですか。そうだな。やっぱね、みんなね、まあみんなそうですよ。時間をかけるわけじゃないですか。はい、僕もそこに時間使うんで。ただ時間が欲しいですね。ただもうレペゼントして、そうだよ。たまたまちょうど僕新しい番組やるんですよ。はい。そこに、じゃあ大将出してほしい。任せて。大将の時間を。DJ 社長を出して。DJ 社長。社長に連絡が、まあちょっと。あれなんですけど、OK です。いいのこれ、決定で、決定権あんの。そこを決定で。でもキックボクシングがいいね。じゃあやりましょう。このね、番組盛り上がるんだったらやりますよ。緊急決定、三崎優太 VS DJ 銀太、1000万と時間をかけたガチ対決。1000万、時間、果たして勝つのは。バトルミリオネア本戦での対戦カードが決定。ガチバトルからエンタメバトルまで、バラエティに富んだ魅力的なカードが実現。男たちのプライド、野望をかけた戦いは12月25日聖なる日に生配信。全国のクズが成功者に挑む異種格闘技戦。今年のクリスマスはバトルミリオネアで笑いと感動を。